ということで、皆さんどうも、こんにちは、僕です。はい。えっ、ー、と、まあ、ちょっと今日、あの、今回ですね、えっ、ー、と、僕、普段、あの相談の、相談とかの動画をアップしてるんですけど、相談の動画がですね、もうちょっとストック吐き出しそうな感じでございまして、ちょっと新しい試みとしてですね、えっ、ー、と、世にはびこる雑学とか、なんかこう、なんかこう、いろんな言葉、まあ、 それれが常識とされている皆さんが耳なじみのある言葉を論破していくおうっていう試みをですねちょっと始めようかなと思いましてですね今日えまあ第1回目のえ論破大会ということでね始めていこうかなと思うんですけどなんかまあ今回一番最初にまああの第1回目ということでやっていこうと思っているのがえと皆さん多分耳なじみのある「早起きは三文の徳」っていう。はい この、えー「早起きは3問の徳」という言葉をですねちょっと論破していこうかなと思ってるんですけどもこちらあのまあ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 あの <coughs> 皆さんあの聞いたことあると思いますけどこの「早起きは3問の徳」本当に3問の徳なのかなっていう、えー、ことでですねちょっと調べてみたところですねえー、必ずしも、えー、早起きが3問の徳になるわけではない。 っていうことが判明いたしましまてですね、まあ、こちらの方を簡単にね、えー、論破していこうかなと思うんですけどまずあの基本的に夜型の人間と朝型の人間というのがいるわけで、まあ、いえっ、ー、とまあ朝型の人間と夜型の人間というのがまあいるそうでですねでまあえっ、ー、とこの体内時計の傾向これ朝型なのか夜,夜型なのかっていうこの体内時計の、えー、傾向のことをクロノタイプって呼ぶらしいんですけどまあこの辺は 忘れてくださいあの僕基本横文字嫌いなんで、はい、あのこれ忘れてもらって大丈夫ですでまあその朝方の人がえー、はいえっ、ー、とんでしたっけえっ、ー、と朝方の人の朝方人間の人の夜更かしで逆に、えー、夜型人間の早起きこれあの生産性が低下するそうなんですね2017年から19年の えー、データでですね、8000人ぐらいのデータでですね、えっ、ー、と、東京大学でしたっけえー、どこだかその辺が、<laughs> この辺が僕のあの緩いとこなんですけど、これあの、どこだか覚えてません。 はい。いろいろ学んだんですよね。お勉強したんですけど、どこだか覚えてません。確か東京大学だった気がします。が、まあ、8000人の人のデータをもとにですね、なんかこう、いろいろこう、調べたそうなんですけど、データを取ったそうなんですけど、まあまあ、この生産性がね、何かしらの事情で上がらない現象のことをですね、えー、プレゼンティズムっていうらしいんですけど、これも忘れてください。僕、基本横文字嫌いなんで。はい。何でもかんでも横文字にするじゃないですか。あのー、 何かよくわかかんんなないあの <laughs> なんかビジネスビジネス横文字みたいなあるじゃないですかもうあれだ僕大っ嫌いなんでそうあの基本的にあの何、ー、ですかねえっ、ー、と頭のいい人は頭のいい人は誰しもが理解できる言葉を用いて人に説明するんです頭の悪い人っていうのはなんとなく 耳障りのいい言葉をいっぱい吐くんです。で、なんかこうお仕事してる時に横文字の言葉をなんか喋れてるとね。カタカナのなんか横文字のビジネス。あのー、ワードみたいなやつ。 喋れてる人ってなんか、だいたいドヤ顔じゃないですか。そういう人って頭悪いんですよ、基本的に。頭いい人って、あの、万人にわかる言葉で、万人にわかるように話をしてくれるんで。だから僕、基本的にビジネス系の横文字使ってる、対応する人、俺、あ、バカだなって思ってるんですけど。まぁ、あ、ちょっと話はそれ。<laughs> まああの、話はそれましたけども。はい。あの、プレゼンティズムと黒のタイプはもう忘れていいです。はい。もう僕も覚えてません、何のことか。で、なんか、 あの、まあ、基本的に夜型の、まあ、今回朝、あの、早起きは三問の得っていう話なんで、今回は、あの、朝型人間の夜更かしの方ではなくて、夜型人間の早起きについてのことを特に、あの、クローズアップしていきたいなと思うんですけど、まあ、早速このクローズアップっていう言葉もね、えー、あの、ちょっと横文字臭いですけど、まあ、これは、このぐらいはね、もう皆さんはわかってる、あの、皆さん当たり前のように使ってる言葉なんで、別にこれはもう全然いいと思ってるんですけど、えっ、ー、と、 はい、あのー、動画なのにタバコ吸います、すいません。はい、あのー、2017年にですね、まあ、ワシントン大学で、えっ、ー、と、シアトルの、シアトルにある公立高校で2週間、2週間の間、55分遅らして、えっ、ー、と、もともと7時、えっ、ー、と、50分だったところを、8時45分に、えっ、ー、と、始業時間を、1時間遅らして、うん、まあ、約、約1時間ですね、まあ、55分ですけど、1時間遅らして、まあ、あの、平均、えっ、ー、と、 まあ睡眠の長さとかあの成績の向上とかそういうのを見たんですけどそうすると,、えー、と1時間、まあ、いわゆる55分修行を遅らしてからあのそういうリズムを作って2週間作ってでそれでいろいろ調べた結果、えー、平均睡眠時間が34分伸びるという。はい 平均睡眠時間が34分伸びまして、成績自体もですね、4.5%アップしたそうなんですね、2週間でたった2週間ですよ。ね、遅刻の数と、えっ、ー、と、出席率も改善されたそうなんです。遅刻者が減ってで、出席率も上がってっていう。 はい、そういう現象が起きたそうなんですね。で、まあ、あの例えば著名人でいうところで。 あの、マーク・ザッカーバーグ、あの、フェイスブックのね、フェイスブックのマーク・ザッカーバーグとか、あと、アマゾンのジェフ・ベゾスとかね、あと、オバマの元大統領とか、あと、ウォーレン・バ,レッバフェット、ウォーレン・バフェット、あの、ね、皆さんね、あの、あまり聞きなじみのない方もいらっしゃるかと思いますけど、まあ、ジェフ・ベゾス、マーク・ザッカーバーグなんかはよく聞くじゃないですか。で、オバマもまあ、みんな知ってるじゃないですか。 あのウ、ー、ォーレン・バフェットっていう人がいるんですけど、まあ皆さんはね、あの、チンパンジーなんで多分ご存じないかと思いますけど、世界三大投資家って言われるうちの一角が、あのウ、ー、ォーレン・バレットっていうおじさんなんですけど、うん。っていうね、まあこの辺の結構有名な人の中でも、あの、この人たち、早起き苦手って公言してる人たちなんですよ。はい。早起きは苦手だっつって、うん。あの、早起きはしたかねえっつって言ってるおじさんたちなんですけど、だからこうやって、 成功を収めてる人たちの中でも <laughs> あの早起きの早起きが苦手だっていうことを公言してる人もいるんでなんかたまにいるんですよねあの <laughs> 仕事ができる人とか優秀な人は朝早起きだっつって、うん、必ずしもそうじゃないんですよ必ずしもそうじゃないですもうマーク・ザッカーバーグもジェフ・ベゾスもねあのー、まあよくマーク・ザッカーバーグなんかで言うとえっ、ー、と何でしたっけ あの都市伝説的に言うとマーク・ザッカーバーグの本名これ本当なのから僕は調べたことないんであのー、ねあのよくよく都市伝説系のなんかお話で聞くのはマーク・ザッカーバーグは本当はロックフェラーのなんか孫だとかねなんじゃかんじゃってよく言われてますけどもとめとめちゃめちゃ金持ちのお家でで自分自身も成功を収めてるっていうのが。 まあ、マーク・ザッカーバーグさんですね。で、ジェフ・ベゾスはあのアマゾンのね、あのなんかもう、ジェフ・ベゾスって聞くと、なんか、マーベルあたりの、マーベルあたりの、なんかあの、ね、スパイダーマンの最後のボスみたいな名前ですけど <laughs> で、見た目も最後のボスっぽい顔してるんですよ、つるっぱげでね、えーまああの、ジェフ・ベゾスとね、えー、あと、まあ、オバマとね。うん まあ、あのー、あれですよ都市伝説常連組のおじさんたちですねでまああとウォーレン・バフェットのおじさんね、えー、その辺の人たちはもう朝早起きが苦手って公言してる人たちなんでなのでまあ早起きをしなければね早起きが苦手な人は仕事が苦手とかってそういうわけじゃないと僕は思うんではいあのー。 仕事ができない人は遅刻する人は仕事が基本的にできない人ですかね。<laughs> まあわかんないですけど、うん、仕事ができない人がどういう人なのか知らないですけど、はい、で仕事ができない人は視野が狭い人ですね。えー、視野が狭い人と、あと,、えー、と、責任を負えない人ですね。うん 僕の中ではい仕事ができない人の特徴は、えー、と遅刻をする人っていうのは割合仕事ができない人が多いですねはい多いですで比較的ですよ、うん、まあ遅刻をよくする人の中でも仕事ができる人はまあ中にはいます中にはいますはいまあちょこちょこねでもまあそうですねあのそれってまああのね例えばこうもうぶっちぎりでもうぶっちまあこの辺の話はもうどうでもいいわうん えとまあそういうことで、えー、と早起きが3問の得っていうのは、えー、と夜型の人間にとってみれば早起きをすることによって生産性がだいぶ落ちるそうなんですね。はい。これもどっかの大学が研究してました。もうどこの大学か覚えてません。でもあの夜型の人間にとってみれば あの早起きをすることによって生産性がねえっ、ー、と0.3%落ちる、まあ、0.3%だとはまあなんか0.38%まあ0.4%ぐらいですか落ちるそうなんですけどまあ0.4%はもうほぼ誤差だけどねうんほぼ誤差ですけどまあなんかそういうのもあったりそういう記事もあったり、まあ、なんじゃかんじゃありますけど夜型人間にとってみれば、まあ、僕なんかもうまさに夜型人間なんですよ はい、僕はもうあの、夜型人間っていうのは、えっ、ー、と、夜、まあ、どのぐらいが基準かっていうと、夜型人間と朝型人間っていうのは、えっ、ー、と、<coughs> 夜、12時前、0時前に寝るか寝ないか。これで夜型か朝型か決まるらしいんですけど、どうやら。うん、なんか基準としてはね。はい。あの、まあ、まあ、僕は大体寝るのは、いつも3時、4時とか。 そのぐらいなんで、平均的にね、3時とか4時とか。で、まあ、2時、12時前に寝ることはほぼないっすね。ほぼないっす。そうすると、僕はもうほぼ夜型人間なんですよ。0時前に寝ることがほぼなければ、もう僕はもう夜型人間なんで、もう完全夜型人間なんで。そうすると、夜型人間である僕が朝早起きをすることっていうのは、全く特策ではないんですよね。全く特策ではない。 はい、むしろ生産性が下がるんですで逆に朝型人間の人が夜12時夜0時よりもそれを過ぎて起きてると夜更かしをするとそうすると生産性が下がるっていうことなんでうんだから夜型人間にとってみれば朝の早起きはえっ、ー、と3問の損なんですよマジではい えっと、早起きが3問の得ではないということをね、えー、これ、あの、論破させていただきます、今回ね。これどうかな第2回続けるかないや、わからないけど、とりあえず今回試しにテストで出してみます。うん。っていうことでね、えー、まあいろいろ、あの、気になる方はね、まあ気になる方、僕の言ってることが本当かなって気になる方はね、あの、自分で調べてみてください。 はい。僕の言うことを全部鵜呑みにしないでください。はい。あの、半信半疑でこのコーナーは聞いてください。はい。ということでね。えー、よろしくお願いいたします。なので、まあ、そういうことで、えっ、ー、と、早起きが3問の得というのは、必ずしもそうではないよっていうことをね、えー、皆さん覚えておいてくださいということでございました。はい。ということで、今回、第1回目。えー、 何でしたっけ雑学論破の、えー、雑学論破の、えー、コーナーを終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。それでは皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。それでは皆さんさよなら。バイバイ。